江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、ミリタリーの話なんですけれども、韓国さん、代理入営を許してしまう。はい、それでは見ていきましょう。くーちゃん、お願いします。兵士新兵の月給約60万ウォンの半分を受け取る条件で代わりに軍に入隊した20代の男性著者が拘束起訴された。兵務庁は再発防止策として交際認識システムの導入を検討すると発表した。春川地検刑事2部は今月8日に著者を兵役法違反、公務執行妨害、住民登録法違反の容疑で拘束した。代わりに入隊したケースが摘発されたのは1970年の兵務庁設立以来初めてである。拘束起訴された被告は本来入隊すべきだった兵役義務者と共謀し、軍人の給料を分け合う約束をしていた。軍兵士の給料が上がったため生活費を賄うために代わりに入隊したとされている。二人はインターネットを通じて知り合った。月6万。入隊対象者のチェ氏は著氏に代わりに入隊することを提案し、報酬として兵士の月給の半分を渡すことを約束した。二人の外見はある程度似ているが、体型や年齢の違いから見分けることは可能だったという。入隊対象者の著氏は20代後半で、チェ氏は20代前半である。今年7月、著氏はチェ氏の身分証を持って荏原道高専の新兵教育隊に入隊した。しかし兵務庁はこの代わりに入隊する行為を阻止できなかった。軍の入隊手続きに従い、兵務庁職員が入隊者の身分証を確認する際に本人確認を怠ったためだ。調査の結果、この被告は代わりに入隊する前、自分の名前で入隊していたが精神健康の問題で除隊していた経歴があったことが明らかになった。兵務庁は兵役履行の公正性と正義を損なう問題であり厳粛に受け止めていると述べ、現在この問題の原因と発生経緯を分析しており、今後兵役義務者の身分確認を徹底して同様の事例が発生しないよう再発防止策を講じると強調した。また兵役義務者の身分確認手続きと職員の業務教育を強化し、今後は生体情報を利用した身分確認システムの導入も慎重に検討すると付け加えた。国民の生体情報とか持ってんのかね、わかんないね。はい、それではですね、こちらに対して韓国の反応を言ってみましょう。怖いんだけど政府が何、生体情報持ってんの。両親もないやつだな、それを半分に分けるなんて。はあ、全部あげればいいのに。91。そこ月に数百万は払うべきだろうに、30万ウォンを自分で取るなんて、それを指示した奴の方がもっと悪質だな。51-0。交際認識が本当に必要なのか。エミ、こんなケースは本当に稀じゃない。普通の人なら生活苦でこんなことするか。18-0。月30万ウォンなら専門家資格をやればよかったのに。13-2。国会議員の歳費を半分にする件はまともに捜査もしないのに、兵士の給料を半分に分けただけで拘束捜査なんて、法の執行がこの程度なんだ。92。これが本当の話か。信じがたい話だが、月30万ウォンで軍隊に行くやっこなんているのか。20。それだけ社会が厳しいということだ。よほどのことがなければ1日3食が保障される生存のために軍隊に行くなんてことはないだろう。20。月30万ウォンじゃなくて月300万ウォンもらっても軍隊には行かないよ。はあ、20。なんで俺にはこんな知り合いがいなかったんだ。エミ、20。状態が精神異常で強制除隊されるのも納得だな。体が健康な20代が月30万ウォンで軍隊に代わりに行くか。外で何の仕事をしてもそれよりはマシだろう。10。それを半分に分けたやつの方がさらにひどいな。数百万ウォン上乗せしてもやらないだろうに。10。食べさせてくれて、寝るところもあって、給料も出て、銃の訓練もしてくれるんだからな。10。愛国者だな。最近は兵役回避者が多いのに。10。気が狂ってるんじゃないか。バイトでもしろよ。代行運転でもやれ。まともじゃないな。10。30万ウォンってなんだよ。びっくりだよ。金持ちの代わりに軍隊に行けば、何億ウォンか手に入るだろうに。10。
俺が思うに、軍隊に行って何か事故でも起こそうとしてたんじゃないかと思う。金のためにやったって。軍隊は遊んで給料をもらうところじゃないし、コンビニのバイトの方がマシだろうに。1-0そのなんか給料 の話じゃなくて、そもそもやっちゃいけないってことに対する批判がちょっと少ないのが残念でしたけどね。はい、それではですね、こちらに対して、チャットの反応いきましょう。ちょっとね、なんか倫理観が欠如してますね。つまり替え玉、うん、身代わりかい。今までバレてなかっただけでね。ねえ、顔が似てたのかな。代理受験とかなら聞いたことあるけど、代理入営、下手にそんな問導入したらチェとかチュとかチョとか名前が紛らわしいのが悪いんじゃない。チェもチョも兵士一人は兵士一人だけど、そういうわけにはいかんか。他は適当なことも多いのに。うん、チェチュじゃなくてチェチェとチョね。まあ名前も戸籍も変えられる国ですから、わからなくなるよね。なんかどっかで聞いたような再発防止策、チェやチョって文字が似てたからわからないとでも思ったんじゃないのか。短絡的だからな。指紋登録しとけ、面倒くさいから、わら。こんなことは初めてに、だって今までただ気づいてないだけかも。あー、そっか、指紋はあるか。生体情報、網膜とか絵から、そう交際って言ってたよね。まあ証言が真実ってお国だから、本人が名乗れば正解なんだろ。別に生活のためにでもいいんじゃない。自衛隊に、だって学校と給料目的で行く人もままいるし。今後はもっと難しいんじゃないの。整形しているなら同じ顔がいっぱいいるでしょう。3食昼寝付きでお小遣いももらえるなんて最高やん。バイトでも代行運転でもそんなに稼げないってことだろ、察しろよ、わら。罪の意識が軽いな。倫理観より金だもの、倫理観より金だもの。何回言った。他にもいっぱいいるんじゃね。ベレてないだけで高額もらって。はい、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。